4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はカワチソレイユ。あと 200m、 先頭はドラールウォーカン。カワチソレイユ必死に追いすがります。ノーブラコロ追いすがります。ドラールウォーカン先頭だ。ドラールウォーカン、ドラールウォーカン1着、2着にはどうやらノーブラコロ。これが G1 馬の実力だ。ドラールウォーカン、さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はヤマニングローバル。残り 200m、 先頭はアイルトンシンボリ。残り 100m、 アイルトンシンボリ先頭。カワチガテ男追いすがります。アイルトンシンボリ、アイルトンシンボリ1着、2着にはどうやらカワチガテ男。見事に勝ちました。アイルトンシンボリ、走る将軍敗れました。これは掲示板までです。